信だし、なぜ着信来る時なんて大抵ろくなことじゃないし。いや会社からの着信大体どうしようもねえけど他にもあるじゃん。他に何があるってのよ。ママとパパとお兄さんとお姉さんとおじいちゃんとおばあちゃんとお隣さん。私は慎吾ママなのか。というか友達からは電話かかってきたりしないんですか。ということでまずはですね、なんかごめん、ハイソンジャーコズミックマジックシューターセイレン戦コラボの曲ですね。わかりませんか。何が東方マップだったってことは東方コラボだったってことなんですよ。すげえな、曲の始まりから大臣レベルの発言するやん。無限に褒められてない気がする。大事なことだから2回言うみたいなもんだし大丈夫大丈夫。大事なことどころか中にあることでさえなかったけどね。わかってんじゃん。とにもかくにもようやっとセイレン戦コラボだったと。セイレン戦ラップが来たってことはセイレン戦アレンジが収録されるんでしょ。セイレン戦はちょうどドハマりしてた時期の作品だからそのアレンジが来るのいいわね。しかもコラボだからキャラもついてくるんだ。ねえそのキャラの話なんだけど見てよこの記事に。何これ美しすぎない。おい客日記ナイフで映すんじゃないよ。あまりにも美しすぎて自分のことをレジギタスだと思い込んでいる一方汚れで鬱である私がいよいよ自らを縮んでくるんだと思い込んでしまったレベルよ。実装なのか神なのか伝説ポケモンなのかはっきりして。その時に設定してた称号は筋肉英雄でした。お前の記事に6連勝多分に二次創作要素含まれてるじゃねえか。うっかりこの称号も使ってたのが原因。ポケモンの曲で取れた称号だって。いただき夏。まあなんやかんやで AJC 狙ってるわけですが、 AJC して俺ができる6連だとでも言うのか。先ほどの動画で6連ってとこかしら。自治クレみたいな名義は先を使って2点があるわけでした。まだ先を切るかのように自然に動画に書かれてるのはありえん気に落ちないけど、そうあるあるだってすでに1落ち継いでるから当然のようにこのような1落ちやれよ。そこらへん何よりも私は自分で6連になりたい。もっとイドラベリスとしての誇りをさえ人の足をそう簡単に出るもんでもなくて。カードメーカーで総総さんが出なかった話。そう違うし、そもそもその時のバカで総総さんって配置か配置されてたのか。言った側のびっくりだわ。クリスさんにこうカードメーカー回してるような経営が。ホームにカードメーカー電子マネーに対応してないから回すのにもちょうだよ。発見に不満な話を決めてるが、今のことは基本的に手割り赤が出る配置なので諦めよう。若干でも不満に触れりゃいいみたいな発想を思う伝説の端の方が好きな感じ。あまり触れなすぎてもこれチームでもじゃなくてよくよと言われてしまうじゃない。改めてここ選択からないから転用して価格で分かればよし。見た目に2分食べれば正義を食べれば、そしてラスタの定額ロスを処理しまして、はい終わり。にしても俺がなんちゃらだって文化って何なんだろうな。アンパンマンは君さみたいな感じじゃない。お前がママになるんだよみたいなもんか。それはどうかと思うわ。問題、いつも男の体の真ん中でブラブラしてるものなんだ。バクトー夜のバクトー絶好調。ということで、ウカリさんにやってもらうのはジングルベル。ねえ、スキルがタネーだったんですけど。タネーのはスキルだけじゃねえっす。見てください、このそり立つ壁。スーはゴミカス。さらになんともう一つ。取り立つ壁。今私に喧嘩売る必要あったか。加えて今ならもう一つ。取り立つ壁。取り立つ壁です。特定わざわざ自爆する必要ある。でもに壁16でウルトネイトでジングルベル。筋肉決めすぎたかお前。寂しいクリスマスを送るゆかりさんにちょっとの刺激をと思いまして。刺激がちょっとどころじゃねえし、今が何月だか知ってるかお前。気分はいつでもクリスマス。あんたん中じゃオールウェイズクリスト生誕してんのか。無限に手押ししてますね。せめてサビまで行って信号上しないとジングルベルである意味がなくなってしまう。10秒後にジングルそうだな。だから私がこの。あーダメだこれ。ノージングルです。第1回、結局、夢ならたくさん見たスパークリングデイドリーム対夢何も見てないバッドアップル。中ほど限定的なぶつかり合いでは。タイガーフライ。またナーフライ君の構想に巻き込まれてしまったのか。いい戦いになりそうですね。バランス取れてて。この別の意味でドリームマッチにバランスとかあんのか。夢を見てないのでバッドアップルはダークライに強く、ダークライはデイドリームに悪夢を見せ、デイドリームはバッドアップルに対して見た夢の数でマウントを取る。デイドリームだけただただ迷惑なやつじゃねえか。ちなみに夢ならどれほど良かったと感じてるよね。ズケイジは敗北者じゃないです。変な時代の敗北者じゃけ。はい、無事コズミックが終わったのでバッドアップルにミックスやります。ナイトオブナイツとかにかけ実質リマスターを追加していく流れいいじゃないぞ。どちらかというと初期記念の現在アレンジ。その流れでスクリームアウトのマイマイとエンデクリーム総合移植されねえかな。そういや少し前にカラオケで配信されたりバンドルでカバーされてたんで。カバーはさすがに驚きましたね。カラオケの方は一部リミックスも配信されてるから7曲くらいあるようです。それは今後別にミックス入れば東方アレンジ風のバレンタイン曲は狙えますね。各界隈にそんな枠はない。さすがに譜面に触れるか。過去最高に楽しい譜面してる。この20万件程度の無垢からレビューを知ったんだよ。エコロジンの12クラスを信じましょう。ところでまだ赤が出てない。ほんと愛も変わらずやーで赤出すよね。動揺していらないとこで赤がつけてもどうにかしたい。それつけじゃなくてメンタルの問題ですね。
ああ、こういうスライドはあれですね。外れました。多少は運命に抗う意志を見せろ。スライドが外れるかもしれないところに元アレンジへのリスペクトを感じる。そういうリスペクトより配置。あ、これがストアップル配置だ。元譜面リスペクト配置は私って。なぜアマゾンお口の住人のような話し方を。リスペクト配置というのも、作曲者つながりとか。アブソリュートの天才配置どうです?あれ同じ14のからで置いちゃダメで、ルーはめっちゃ白くなってるやん。スライド使って白くする必要もあるんですね。譜面を白く染めるのはバットさんの本意上かと思ってたが、こういうのもあるんだよ。あの人ハンドの動脈で真っ黒にしますからね。やっぱ煉獄の髪はすごいわ。したら譜面を黒くする場合にはどうするのかしら。まず詳細にエラーを吐かせてですね。おいやめろ、さっき私はコグニットを AJC したんだ。あ、さっきの続きでやってたんですかこれ。1トラック余ったからちょうどいいかと思っちまったんだ。何かしら成果出たら即死するべきだって先達が言ってたじゃないですか。己のナナチョックチケット。あまり関係ないですよねこの場合。ナナチョックチケット使って1曲目で成果出たら残り6曲分の気持ちで見ればいいんだろうな。そんな頻繁に落ちるものでもまあそういう打点はダメです。それ右手高速だったらアタックできる。あ、そういう感じの黒ね。よく考えなくてもこういう黒ですよね。そもそも黒ってなんだ。中学生が黒のやつか。今って黒き暗黒なる漆黒の漆黒みたいな名前つける人いるんですかね。黒を極めすぎだな。松崎しげるでもそこまで黒くねえぞ。松崎しげるはなんか全ください腕ができないんですけど。フリックで下手くそか。あ、でもと言いましたね。お前はどうしてそう掘り落すことだけはうまいんだ。それでもってあるですです。そういえばアタックもミスも出してなかったわね。もしこの譜面を100号が担当していた場合、スライドで松崎しげるを描いていたんだろうか。100号のことをなんだと思ってるんですか。しれかしかねんからな。楽しい。元アレンジより気楽にプレイできて気軽にバッドアップルを楽しめる両譜面。表記難易度あっちのバックインですけどね。初期譜面は表記バグ発生してるだけであいつら全部難易度13だよ。とんでも暴論。そんなこんなでカラリジをやろうと思うんですが、ボン。おや、何か言いたげで。うむ。お前も選曲投稿ばっかじゃね。スパーキングリボルバーやります。自分の意志が弱いさん。いやー、言われればチューミズムの動画でオリジナル曲やらないのもどうかなと。最初の電話くらいしかやってねえもんな、オリジナル。あれやったうちに入るんですかね。それとジングルベルな。あれやったうちに入るんですかね。電話よりはプレイした方でしょ。入れました、最難所。開幕6年目で迎える最難所とは。ご主人階段はアランユクモンデストック最難所だから、チューニングレンジャーとか。チューニングレンジャーを懐かしで当てるあたりに何かを感じる。低難易度に存在する小粒階段はやべえんですよ。最初期にはクッソ遅い小粒階段のある譜面がレベル10に存在していたようで。一体どれほどパッショネートな大陸なんでしょうね。バカイア鈴木が獲得してそう。とパブでしょ。でまあ最初の小粒電気化のもうまくないですか。無にそこに全部使っちゃったの。いやいやあれですよ。朝の情報番組でやってる占いみたいなもんで。その日いいことあるかもみたいなね。すなわちこのプレイでは SSR 並みのローリボルトを期待で5000に釣ったので、このプレイ多分クソですね。はい、残念がったりすのはあなたに。変わらないなんて信じるのがバカですよ。ラッキーアイテムごときで何が改善するってんですか。占いに例えしだしたのお前だから、お前がバカでやるってことで。はい、片手トリルがすっごい光ったので私とってもご機嫌です。殴りたい笑顔が今そこにある。あれ?いいんですか?こんなに勝てない小口ごときで私に勝てると思ってるんですか?小口で語り合ってるわけじゃねえだろあれ。私こんなに無敗ですよ。やってなかったので。つまり一生もしてねえじゃねえか。それはさておきリボルバー。BPM357 のやべえやつじゃん。実際早すぎて難しい、やばい。1小節ごとに難所があると思っていい。それこの曲だと216点になったんですよ。まあ究極的に言えば赤タップの数だけ難所あるにしとく。ゲーセンでは静かにしてもらっていいですか。縦連はダメですって、特に左、私の片手。左手の高速リタテレンは実際腕がやばないめっちゃ全押しでやっただけやんけ。自分を見失いがちな配置が1は8分の1だと思っています私。ボルタミの全押し連打のことで自分を見失いすぎて赤を20近く出したことがある。でまあ改めてリボルバーなんですけども。というかこういうのってクリスタルのオリジナルからなんかやるもんじゃないの。そこら辺めちゃくちゃリボルバーがやりたかったというのもあるんですけどね。それ以上にクリスタルの曲で私が好きなやつがちょいとあれですね。あれだろ、始まりのピアノとか言うんだろうな。理想と最愛って言うんですけども。あーダメだ、終わったわ。どう兼ねてと、ストーリー的にも譜面的にも。お前その2つの話題出したことない質問いつも通りでいいやん。正解。今度検索しろ。アーラス旅からの怒涛のラッシュが気持ちよすぎてダメです。私は漏れなく行きます。譜面で説教に怖すぎるから近寄らないで。カネーのグリップこすったりしたらもうね、いっぱい出るよね。アタック、いやそこでは出ないでほしいんですけど。あそこで出るよくある。意識は聞きます。縦でも殺す、縦でも殺す、縦でも殺す。ここやべえよな。しかしの傷でに騙せ、政治などに
最後一ノートだけをミスすることあります？先にこの世の終わりを見せられた人のこと考えてほしいなと思うですわ。じゃあ今回はここまでか。余った時間でこの前お気に入りフォルダ再設定したらなんやかんやで東方楽曲が過半数を占めてしまって、あれこれ東方フォルダ探せばよくねってなった話していいですか？今ので大体理解したからしなくていいよ。あれ